本日始まりました。もちチャンネルです。さあ、今回はですね、自宅でオンラインで受けられるトイックですね。2時間の模試。そちらやってみたいと思います。いわゆる公式がやってる。本番のテストね、ETS っていうところが作っていますけども、まあ昨日ね、トフルと ETS に呼び出された動画は出てますけども、で、その ETS が作っている本物の2時間の試験を受けることができます。ただ、オンラインでやるので、先読みとかできないですからね、リスニングの時にやらなきゃいけないやつ。それでやってみて、果たしてどうなのか。で、オンラインの IP テストっていうのはあるんですけど、トイックね。で、そのトイックの IP テストっていうのは、1時間ぐらいの試験になってるんですよ。短くなってるやつなんですね。で、それに対してこっちは完全に2時間なので、2時間パソコンでやるっていうね、結構大変だと思うんですけど、やってみたいと思います。それでやったのは、中国で1回やったことあるんで、そう、中国だとオンラインで2時間ってやるんですよ。実際の本番の試験をね。なんで、まあ、それと同じような感じではあるのかなとは思ってますが、まあどうなるのか、ちょっと実際やってみたいと思います。果たして満点取れるのかっていうのね。いや、自宅で集中するのなかなか大変ですけどね。まあまあまあ、とりあえずやってみたいと思います。もうこれね、3回目なんですけど、申し込んだのは、公開テストの1週間前ぐらいからできるんですよね、これね。1週間しかできないんですよ、しかも。で、今のところ、で、前日にやろうとして、で、1回目はもう期間外ですってできなかった。で、2回目の時は、あ、そっか、2日前にはもう切れちゃうんだって思って、2日前にやったんですけど、2日前でもダメだった。最初の時は土曜日だったんですよ、トイックがね。土曜日の1日前で金曜って勝手に勘違いしてたんです。だから、日曜日だから、その次のトイックはね。で、日曜日の2日前って言ってやったら、もう終わってた。そう、木曜しかダメなんですね、実は。なんで、で、今回はもう受けれます。時間内なんで、やりたいと思いますね。で、どういう風に受けるのかっていうと、公開テストを申し込むと、その申し込みのページが出てくるんですよ。公開テストを申し込まないと、そのページ出てこないんですね。で、それ申し込むと、メール送られてくるんですね。で、今回でやれば、8月16日から1週間なんです。なんで今日8月16日もう受けます。で、オーソライゼーションコードっていうのがあって、そのコードを入れてやるんです。なんで実際にやってみたいと思います。受けてるところは撮影当然しませんので、こんな感じでね、ログインのところ出てきて、そこに入れて、じゃあ今からやっていきたいと思います。はい、受けました。120分のテストですね。いやー、長かった。2時間。まあ、途中でフィニッシュテストっていうボタンを押せるんで、それで出ましたけど。いやー、それでもめんどくさかったな。非常に。まあ、もう言いたいこといっぱいありますね。まずですね、一番最初に、おいって思ったのは、サファリで使えなかった。テストできなかったですね。そう、ブラウザー。サファリのブラウザーではできませんでした。で、結局、クロームですね。はい、Google Chrome の方だとできたんですよ。だから、よかったです。テスト、リズームボタンですね。そう、再開ボタンがあったんで、よかった。いや、このままさ、閉じちゃってもうテストできなかったらどうしようって思ったけど、それは良かったですね。お気をつけください、サファリでやる方ね。まず、ディレクションズから、もう、in your textbook っていうところが全部 on the screen になってるんだよね。だから、appear on the screen とかになってて、お、スクリーンになってると思った。で、アメリカ人女性以外はもう昔のナレーターでしたね。はい、懐かしのジョージとかね、言われてたの。で、オーストラリア人とか。まあ、聞きづら。だからやっぱり、オーストラリア人男性のナレーターは今の方が全然聞きやすいですね。で、リスニングやってみて、最後の問題だったね。パート4の一番最後がすげえ聞きづらかった、そのオーストラリア人で。え、マジ、なんつったのみたいになったね。で、パート1簡単だった。パート2が難かったね、やっぱり。まあ、あと、家でやる状況なんで、あんま集中するのが難しいって感じでした。あれって思ったのが2問ぐらいあったもんね。で、パート3、4は、まあ、いわゆる先読みができない状況ですね。まあ、questions なんとかかんとか、スタートのところは、ほんの何秒かあるんで、そこで、説問パッ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 と僕は見ます。で質問見て聞きながら解いていきます。で、パート3、4に関してはそのさっき言った パート4の最後以外は全然余裕だった。大丈夫なんです。先読みできなくても解けるんで簡単に解けたなっていう印象。今の方が3、4は難しいね、やっぱりね。2はこっちも十分難しいと思ったけど、1、3、4に関しては今の方が難しい。そう、だから昔のナレーターってこれ昔の問題なんで、昔のトイックなんですよ。まあ、かといってすごい優しいってわけではないですからね。そこは間違い違いないでください。パート3、4のグラフィック問題がやっぱ読まなきゃいけないところが多いので、なかなかむずいですね。先読みできないから。結構厄介だった。ただまあ、グラフィック問題昔よくあったパターンみたいなのが多かったんで、まあ、そんな困んなかったですね。だから3、4は一番最後のやつ以外は、もうだいぶ楽に解けたっていう感じです。はい。
思ったのはさ、2個さ入試問題とかでは間違ってるって習うやつなんだけど使われてた、いいんだこれでもってちょっと思った。今度ちょっとねアメリカ人の長波さんに聞いてみたいと思います。でリーディングの方はまずパート5は結構難しい問題入ってましたよ。表現がむずいやつとかなかなかおレベル高いやつ入ってんなと思いましたね。7-8分ぐらいかかったかな。そう時間表示されてるんで、でもあの引き算なんでね、そうどんどん減ってくやつなんで、あれって思ったら何分だったかなって思ったけど、まあ10分はかかんないだから7、8分だったと思いますね。それで5と6足して12分だったんで、でパート6もだいぶ今のものより優しいなと思いましたね。楽に解けた。あとねコツを言っておきますね、先にやる方にね。画面のサイズ変えられるんでパート5は画面をちっちゃくした方がいいですね。なぜかっていうとですね、選択肢をクリックするとこと NEXT ですね、次の問題に行くボタンがめっちゃ離れてんですよ。だから最大の画面でやってたらめちゃめちゃめんどくさくて、いちいちこうやって移動するのが。皆さんマウスでやるかもしれないですけど、僕マウス使ってないんで、あの指でやるやつなんでパネルでね、だから遠くてめんどくさくて、途中でああそうか画面ちっちゃくすりゃいいんだと思って画面ちっちゃくしてやりました。逆に6や7はでっかい方がいいですよ。設問がその分広くたくさん見えたり、文章が広くたくさん見えたりするんで、まあ6は短めだったけど、どれもやっぱ7になると長いもの出てくるときにでっかい画面の方が楽です。でもパート7がパッと的に難しい、すごい長いやつとかあったからそれはめんどくさかったね。そうデザインがちゃんとされてるものは写真のファイルなんですよ。それに対してなんか E メールとか手紙のやつってこう打ち込みなんですよね。だから写真のやつって字がちっちゃかったりしてめんどくさかったですね。なんだこのちっちゃい字はみたいな感じでとても大変でした。で逆に打ち込みの方がじゃあ読みやすいのかって言ったら、打ち込みは打ち込みでトリプルパッセージ、トリプルで打ち込みのやつが2個並んだ時に始めと終わりがすごい分かりづらかった。なんか線とか引けよって思った。2つメールがあったとして、それが同じところに書いてあるから、こっからここでメールが変わってるっていうのが分かりづらいっていうのはちょっとデザイン上どうかなと思った。まあ基本的に目もめっちゃ疲れるし、紙のものよりは良くない点がいっぱいですね。先読みできないっていうのがまあ一番ですけど、ただ紙のものよりもいい点がありますね。それやってて気づいたんだけど、選択肢をやっぱ変えるのが楽ですよね。圧倒的に消さなくていいんだもん、すぐに変えられる。パッパッパッという風に。これかなって思ってて、例えば文装入1問題とかこれかなって思ってたけど、あこっちもあるなとかね。でマークミスする人間ですから、マークミスしてたのすぐ直せるっていうのはあって、あとレビューボタンっていうのがあるんですね。解いてない問題っていうのを押せば解いてない問題にポンと行くんですよ。だから一個抜かしてたんですよ。答えたはずなんですけど、あまあこれいい点でもあり悪い点でもあるね。そうクリックしたと思ったら別のとこにクリックが行っちゃってたりとか、そういうミスしやすいし、あとはクリックしたはずだなと思ったのにクリックされてなかったとか、そういうのがあるんで、それは悪い点なんだけど、そのレビューボタンでアンサーしてないものっていうのをポンと押したらマークし忘れに飛んでくれたんで、ラッキーって思いましたね。そこ押してなかったら俺だって解かなかったってことだからね。もうそれがいい点と、あとね設問が太字になってるんで楽です、すぐ読める、パッと見て。そうだから設問先に見るタイプだからさ、パート7とかね、だからすぐパパパパパッと読めて、それは分かりやすかったし、あとは言い換え問題、極言い換えが太字プラスこうなんか灰色のやつで囲まれてるから、言い換え問題が解きやすい、一瞬でもうあっパッパッとコロケーション見て解いちゃったよね。全然文章読んでいかなかった、すごくやりやすかった。これがいい点でしたね。まあ、問題としては2つめっちゃ難かったね。これ本当に合ってんのかなっていうのは2問あった。ちょっと無茶じゃないって思うのもあったかな。いや、めっちゃむずいなります、1問。そんな中、じゃあ結果どうだったのかですね。はい。だパート2で2問ぐらい、って思った。パート7で2問ぐらい、って思った。その結果は、こちら満点でした。よしということで、はい、オンライン2時間トイック自宅受験、はい、満点無事取ることができました。めちゃめちゃ疲れたけどね、やった。ぜひこれ見た皆さんは僕のトイックエッセンシャルズ買ってください。はい、僕の講座です。
はい、ということでございましたね。ぜひね、770円のそのね、申し込んだ皆さんは受験していただければいいんじゃないかなと思います。僕も頑張りますので、来週のトイック受験もやりますんでね、その時のまあ感想だったりとかね、反省会のライブも見ていただければと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 マジで疲れたよ、長い